はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。今回はロボティックの XQR 使っていきたいと思います。これなんでこれ使っていくかっていうと、反動抑制がまさかの4になりました。これ超使いやすくなったと思う。超使いやすい XQR が完成したので、一回だけやりたいです、これ。個人的にはまたこの後ね、改造して、射程伸ばしたり、連射力増やしたり、攻撃力上げたりってやろうかなと思ってるんですけど、とりあえずこれ、多分ね、一番使いやすい XQR、理論値的に一番使いやすいのができたんで、これを使って遊んでいきたいと思います。さあ、行きましょう。あ、これは、あれだね。グレネードなしです。あー、貴重安定感を見せなかったのに。なんとか緊急戦まで持っていきましょう。がっつり。いやー、そこ来ちゃうか。絶対無理な、あれだったね。1対2だったね、今の。いや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 、押されすぎ。ただしかし、撃たれてても安定感マックスで飛ばしていけるという、これは強みですよ。いや、強っ。さあ、なんとか押し返していきましょう。押し返せないと何も始まらない、このポイントマン。ポイントマンが一番辛いやつ。強っ。やられておりますけど、2人目がいけないんだけど1人目を倒す速度が遅くて2人目いけない。あ、間違った。なんでワードしちゃった今。優秀、バレてない。あ、無理やった。さあ、ボロクソにやられておりますが、必死に私たち抵抗しております。これは無理でしょ。そんなにいるそんなにいる、まあ、1人ぐらいだろうと思ってみたら、行ったら、まあ、こちらも人数で押し返していってますよ、これ。いや、クソ、めっちゃ前に行ったかった、今。ここで前に行けるかどうかがね、全てが変わった。いやー、厳しい。まあ、これだけ取っとこう。安いけども別に強いとは思わないけどね。すげえ、ここで勝った。ヘルスさだけど、死なねえよな。そうよね、この武器じゃ死なないよね。連射力が速いからさ、なんか超入れた気分になっちゃった今。オーマイガー、いいとこ取りしてただけだよ。はい、それではやっていきましょう。サプレッサーをつけてやっていきます、今回は。まあ、安定感がマックスなだけだってバカ強いわけではないのでね、そこはね、履き違えないでやっていきたいなと思います。え、マジ？うわー、なんで？マガジンチェンジ。あ、ちょっと暇なんでね、ダメージ表だけちょっと見ていきましょう。スナイパーか。スナイパーに対して、まあ、こんな感じのダメージですね。あまり高いとは思えません。SMG45 の方がもっと、弾数少なく倒せるかなと思います。100人だから結構ギリギリだしね、これ。で、こっちの近距離戦で倒した敵に関しては、まあいいダメージ入ってるかなと思いますけど、これ1力ちょっと臭いな。頭でこんだけ入ってるんで、もうちょっと吸収するはずなんですよ。なので、ちょっとこれは怪しい。1力かな、どうなんだろう。まあガツガツやっていけば、またできるでしょう。あー、しくったー。V されちまったぜ。危ねえ。
て、危ない。赤点だけ見てこうやりに行く感じだったんですけど、いやー無理か、決め打ちしたつもりだったんですけれどもね。こっちだけ食べ入れてんのかよ。食べ入れすぎやろ。さあセンターで結構取られてるんで、前方に手榴弾、危ねえ、裏画面行った。いるわ、いる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 、怖い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 、普通に怖い。手榴弾投擲、普通に怖くね。この早い戻りスムーズでしょ。はい、手榴弾投擲、爆弾が設置された。さあこれは激アツですよ。あとはやってくれるでしょう。ナイス、プレゼントで削ったんだね。相変わらずダメ、相変わらず入れないと倒せないんだね、本当に。ダクトからしか行ってねえからね。ダクトが一番早いんだよね。え、倒せない、ちょっと弱すぎませんか。そして謎のこれ壁抜け判定になってるよ。これなんだろうね、壁を抜くような要素一切なかったけど。だけど、まあ、これがなかったとしてもおそらく20入るでしょ。だから倒せないよね。5発で倒せないのっていう話ですよ。多分これは2、これは16臭いな、ちょっと21じゃないな、21だったら多分元入んないんで、おそらく16だと思います。21でこれだったら強いけどね、ちょっと厳しいね。それではネクストラウンド、さあ3-2と、まあ、結構追い込まれてるような感じですが、頑張ってやっていきましょう。前目行きたいんだけどな、一人だよな多分俺な。そして来てもないね、相手。音が全然近くなかった。センターの音くらいしか聞こえなかったから。完全に引いてたか。砂場を抑えたいな。おー、落とせんかった、うまい。危ない。さあ削っておりますよ、いい感じに。まあいい感じにはね、人数差取ったけども、まだまだちょっと不安ですよ。もうセンター開けてもいいかな、これだったら開けて、ああやっか。1号だし、まあ、やりましょう、野良ですから。と思うんだよな、こっちいねえか。
でもあそこだもんな味方。手榴弾投擲。手榴弾投擲。あ、ごめん味方に食らっちゃったね。あれ？まさかの後ろ。あー追いつけねえな味方に。あんま離れたくないけども、こうなるからなんですよ。この音だけ出して味方やれそう。この味方まだいるよ。あーナイス、素晴らしい。本部に帰還せよ。ご苦労だった。どういうグレー入れた方が効果的かな。手榴弾投擲。食らわねえか。いやめっちゃ突っ込みたいんだけど、めっちゃ突っ込んでやりに来たね。めちゃめちゃ突っ込んでやりに来た。もうね、敵がちょっともうちょい削れてたらやつ言ってたね。おお、終わりよ。まだいるんだよな。マガジンチェンジ。ちょっとセンター危ないですね。目標地点の偵察を要請する。手榴弾投擲。いやーすげえこのスナイパー取れて。あ、多分ここ。おそらくだけどね。うわあ、やり方。さあ、味方がここで大事なワンワン取れるか。お、ナイグレなんだけど、飛ぶかも。あ、違う、フラマンだわ。さあ、これはちょっと見ていきましょう。いいワンワンが見れるんじゃないか。まあ、もうちょっと削りなかったな。音出さなければいいんってよかったんだけども、ちょっと微妙だね。意思的にね、音聞いてれば1に行ってますが、しかし強気できそうな気もするのでね。あ、しっかりそれはちょっと前目に行った方がいいよ。後ろ怖いからね。さあ相手は普通に行くでしょう。爆弾が設置された。ハンドガンで行く選択肢もありだが、これ的にはスナイパーが見たい。え、セレイテルどこ行くの？地方発見。え？わあ、惜しい！惜しい！作戦は失敗だ。本部に帰還せよ。これがね、ちゃんと倒せてればね、よかったね。当てられちゃったからね。ちょっとスナイパー多すぎんだ。開幕のスナイパーがちょっと多すぎない？手榴弾を使うぞ。6人、5人ぐらいスナイパーじゃん。お、手榴弾投擲。まだいる。リロード。さあ、ここはちょっとね、怖いですよ。しっかりやっていかないといけないですから。もう味方強。俺も入っていこう。
さあ、これでいないことが全部確定しましたね。で、テキリスでやられたわけですよ。まだテキリスでしょ、これ。これはもう行くけどね。だいぶ奥はね、まだいますけれども。詰めてんね。手榴弾投擲。敵を全滅させた。ナイス。全然入ってない。13.8 だ。ここはやっぱ5発を、これはまあ許容範囲かな。5発落とし、5発落としぐらいなのかな、やっぱり。もうちょっと落としたいけどね、個人的には。来てるね。まあでもちょっと一応多いんで、他回りましょう。あ、これちょっとサプつけようか。結構難しいとこだよこれ。よし、これ落とせればまあまあでかいでしょう。いやーダメか。よし飛ばした。もう一人いる。うまいグレ。ナイス。さあ残り一人倒すことができるか。二人の力を合わせていってほしい。さあ敵はセンター上がりか。これ多分ここなのおそらく。まあ外れてる。俺の音ってほとんどは役に立たないからあれだけど、まあ大体この辺りだよということでご報告しておきましょう。ソーラーパワーですね。さあというわけでその日あ間に見とくと198って109.8 だいぶいいね。え？ん？これどこの音？砂場？砂場からニラが入った、もしかして。そういう音じゃない？いや、わからん。全然わからん、この音。ああ、そこ？あ、引いてった音なんだね。引いてった、ここまで走ってった音なんだ。はい、というわけでね、ただ使いやすいだけでした。癖なく使いやすいってだけで、全然強いわけではないので、しっかり連射射程に振ったら出るのかですとか、連射攻撃力、射程攻撃力でいいのかな？もしかしたら、XP ガールは射程と攻撃力にガンガン振ってあげた方が、もしかしたら強いのかもしれませんね。というわけで、ここ2つ、上2つに集中して触れられるようなカスタムに、なるまで、頑張ってこれもね、やっていこうかな。最近結構、会場チケット多いんで、やっていこうかなと思います。まあこれがね、まあいいんちゃいいけどね、もうちょっと強くてもいいんじゃないと思う。というわけでね、今回はここまでです。お疲れ様です。